大東亜戦争にてマニラに進駐した折、部下たちに、略な、犯すな、奪うな、と命令し、違反者は厳罰に処する、と訓示し、世界的人道主義者として敵国の人々にも称賛されたからです。その後日本軍はバターン半島を占領し、捕虜7万6000人を移送する際、部下が作成、遂行した移送計画の不手際によって、多数の捕虜が死亡しました。終戦後には、本間が部下の計画不備の責任を取り、現地の戦犯裁判所で裁かれました。結局は事後法により、死刑判決が下ったのです。話は変わり、本間は、その一生涯に二度の結婚劇があります。最初は、参謀次長を務めた田村伊予蔵中将の娘でしたが、彼女は大変な浮気症で、本間が海外駐在中に多くの男と浮き名を流しながら、勝手に離縁していたのだとか、やがて再婚した妻の藤子は、戦犯裁判に証人として出廷しています。そこで藤子は毅然とした態度で、私は今なお本間の妻たることを誇りにしています。と切り出し、息子には、日本の中心たるお父さんのような男になれ、娘は、本間のような男にと継がせたい。そう思っています。その堂々とした陳述に、裁判官や検事も涙し、賛辞を送る者もいたそうです。